ボーダー二つの世界は2018年のスウェーデンのファンタジー映画。監督はアリアッパシ、出演はエヴァ・メランデルとエイロ・ミロノフなど。4イビリ・リンドクビストのアンソロジー集、ポッパー・ツバガルに収録されている同名の短編を元にアッパシ、イサベラ・エクルーフ、リンドクビストが脚本を執筆した。第71回カンヌ国際映画祭ではある視点賞を獲得した。 第91回アカデミー賞外国語映画賞にスウェーデン代表作として出品されたものの落選したが一方でメイクアップヘアスタイリング賞にノミネートされた。ティーナは生まれつきの特殊な嗅覚を活用して国境フェリー税関職員として働いていた。密輸犯罪者や違法ポルノ所持者を嗅覚で嗅ぎ分けるため評価は高かった。同居人ローランドは 犬のブリーダー。表向きはカップルとして生活しているが、ティーナは自分の醜い顔、他人と違う性質のせいで孤独感に悩んでいた。ある日、税関で怪しい旅行者ボーレを検査するが何も出ず、税関は彼を通した。そのやりとりを通じ、ティーナとボーレはお互いに共通する何かを感じ取る。ティーナは個人的にボーレと接触し、 自宅の離れに止めることにする。ボーレと話をするうちに、やがて、ティーナと、お互いを求め合うようになり、そしてついに、ティーナは、自分が人間ではない出生の秘密を知る。ティーナは、人間の価値観と彼らの性質との間の、葛藤により苦悩するようになり、ローランドを、自宅から追い出す。その後、税関で疑いをかけた違法ポルノの男を追う、うちに、 ボーレが犯罪に関わっていることを知る。ティーナは人間として社会生活を送る以上、ボーレを犯罪者として無視できず、ボーレを逮捕しようとする。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、スリリングで予測不能、そして見事な演技で、ボーダー二つの世界は何か違うものを探している、同ジャンルのファンに特別なご褒美を提供している。であり、 127件の評論のうち高評価は97%に当たる123件で平均点は10点満点中7.90点となっている。メトクリティックによれば25件の評論のうち高評価は23件、賛否混在は2件、低評価はなく平均点は100点満点中75点となっている。ありがとうございます。